皆さんこんにちは。今回は兵庫県の斉藤知事をめぐる疑惑とそれに対する玉川徹さんのコメントについて詳しく見ていきたいと思います。この問題は地方政治のあり方やリーダーシップの本質について私たちに多くの示唆を与えてくれる重要なトピックです。単なる一地方の政治スキャンダルではなく、現代社会における権力と責任、そして組織運営の課題を浮き彫りにする事例として注目に値するでしょう。まず斉藤知事を取り巻く状況を整理してみましょう。斉藤知事は県庁職員へのパワハラ疑惑をはじめとする7つの疑惑項目について百条委員会で証人尋問を受けました。これらの疑惑項目は人事問題、選挙活動への職員動員、贈答品受領、政治資金パーティー券の販売、スポーツイベントの資金集めなど多岐にわたります。しかし知事はこれらの疑惑を一貫して否定し続けています。まるで堅固な城壁に守られた城主のように、外からの批判や疑問の声を跳ね返しているかのようです。この姿勢は多くの県民や政治評論家から疑問の声が上がっている原因となっています。この状況を玉川徹さんは鋭く分析しています。玉川さんは斉藤知事が辞任しない理由について興味深い見解を示しました。それは斉藤知事の官僚時代の経験が現在の行動に大きく影響しているのではないかというものです。玉川さんの分析は単に表面的な事実を追うだけでなく、知事の行動の根底にある心理や背景にまで踏み込んでいる点で非常に示唆に富んでいます。玉川さんは斉藤知事が深夜にメールを送るなどの行為について、官僚時代にそういうものだと叩き込まれたという知事の言葉に注目しています。これはまるで厳しい修行を経た武士がその教えを絶対視するように、官僚時代の慣習を絶対的な基準としている可能性を示唆しています。この指摘は単に一個人の問題ではなく、日本の官僚制度や組織文化の問題点を浮き彫りにしているとも言えるでしょう。さらに玉川さんは官僚の無謬性という概念に言及しています。これは誤りがないという意味で、官僚組織が自らの誤りを認めない傾向を指します。8ミリロマン、まるで完璧を求められる職人が自らの作品に一切の欠点を認めないように、斉藤知事も自らの行動に誤りがあることを認めようとしないのかもしれません。この無謬性の考え方は日本の官僚制度や組織文化に深く根付いており、時として組織の硬直化や問題の隠蔽につながる危険性があります。この無謬性の考え方は身は私たちの日常生活にも潜んでいることがあります。例えば仕事で失敗を指摘された時、すぐに認めずに言い訳をしてしまうことはないでしょうか。または家族との会話で自分の間違いを素直に認められないことはありませんか。斉藤知事の姿は私たち一人一人の中にある無謬性への執着を映し出す鏡のようにも感じられます。この点で斉藤知事の問題は単に政治の問題ではなく、私たち一人一人の日常的な行動や思考パターンにも関わる問題だと言えるでしょう。しかし真のリーダーシップとは自らの誤りを認め、それを改善する勇気を持つことではないでしょうか。例えば歴史上の偉大な指導者たちはしばしば自らの過ちを認め、それを糧に成長してきました。リンカーン大統領は南北戦争中何度も戦略を変更し、自らの判断ミスを認めることで最終的に勝利に導きました。またビジネス界ではスティーブ・ジョブズが一度はアップル社を追われながらも自らの過ちを認識し、再び同社を世界的な企業へと導いた例もあります。これらの例はリーダーが自らの非を認め、それを克服することでより強力なリーダーシップを発揮できることを示しています。斉藤知事の事例は私たちにリーダーとは何か、組織のトップに求められる資質とは何かを深く考えさせてくれます。単に権力を持つだけでなく、その権力を適切に行使し、時には自らの非を認める勇気を持つこと、そして組織の一人一人の声に耳を傾け共に成長していく姿勢、これらが真のリーダーに求められる要素なのかもしれません。現代社会においてリーダーシップのあり方は常に議論の的となっています。斉藤知事の事例は
この議論にさらなる一石を投じているとも言えるでしょう。さて、ここで重要なのがパワハラの定義についての正確な理解です。玉川さんのパワハラを受けた方がハラスメントだと認識すれば、それはパワハラだという発言には実は誤解があるようです。この点は多くの視聴者も共感し、 SNS 上でも話題となっていました。しかし、パワハラの正確な定義は次の3つの要素を全て満たすものとされています。 1. 職場内の優位性を背景としたものであること。 2. 業務の適正な範囲を超えて精神的・体的苦痛を与えるものであること。 3. 労働者の職場環境を悪化させる行為であること。これらの要素を踏まえると、斉藤知事の行動がパワハラに該当するかどうかは、より詳細な調査と客観的な判断が必要となります。ここで重要なのは感情的な判断ではなく、事実に基づいた冷静な評価です。パワハラの問題は単に個人間の問題ではなく、組織全体の健全性に関わる重要な問題です。そのため、正確な定義に基づいた判断が不可欠となります。この問題は単に一人の政治家の行動を問うだけでなく、私たちの社会全体の在り方を問いかけているようにも感じられます。権力者の行動をどのようにチェックし、適切な統治を実現するのか。8ミリロマン、組織のリーダーはどうあるべきか。これらの問いは民主主義社会の根幹に関わる重要なテーマです。特に地方自治の文脈では、住民の声をいかに政治に反映させるかという課題が常に存在します。斉藤知事の問題はこの課題に対する一つの試金石となっているとも言えるでしょう。またこの事例はメディアの役割についても考えさせられます。玉川さんのような論評者がこうした問題に対して鋭い分析を加えることで、私たちは多角的な視点から事態を捉えることができます。同時に私たち視聴者も単にメディアの意見を鵜呑みにするのではなく、批判的に考える力を養う必要があるでしょう。メディアリテラシーの重要性が叫ばれる現代において、この事例は私たちに情報をいかに捉え解釈するかという課題を突きつけているとも言えます。今回の斉藤知事の問題はまだ結論が出ていません。今後百条委員会の調査結果やさらなる証言や証拠が出てくる可能性もあります。私たちはこの問題の推移を冷静に見守りつつ、自分たちの社会や組織の在り方について深く考える機会としていくべきでしょう。この事例から学べることは多岐にわたります。例えば組織におけるコミュニケーションの重要性、リーダーの説明責任、パワーハラスメントの防止策、そして民主主義社会における権力のチェック機能など、現代社会が直面する多くの課題がこの一つの事例に凝縮されているように感じられます。さらにこの問題は私たち一人一人が自分の行動を振り返る機会にもなるでしょう。日常生活や職場で無意識のうちにパワーハラスメントに近い行動をとっていないか、また自分の非を認めることの難しさを感じたことはないか、こうした自己精察を通じてより健全な人間関係や組織づくりにつながる洞察を得ることができるかもしれません。この動画を通じて政治や組織運営について新たな視点を得ていただけたら幸いです。斉藤知事の問題は一地方の政治スキャンダルにとどまらず、現代社会が抱える多くの課題を浮き彫りにしています。権力と責任、リーダーシップの在り方、組織文化の問題、メディアの役割など、私たちの社会を形作る重要な要素について深く考える契機となるでしょう。もしこの内容が参考になったり興味深いと感じていただけたら、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。